こんにちは、ベンジです。パチプロ風運録5の続きをやっていきます。今回はあれですね、なんだっけな、ちょっと変な名前だから忘れちゃいましたけど、なんか伝説のパチプロみたいなやつと戦いに行くとこですね。あれ、どっちだっけ。で、これがね、本当に伝説のパチプロっぽくて、ちょっとね、神谷との戦い方というか、戦うための条件をね、が判明しました。どうやるかというと、まあ今パチプロランク9位なんですけど、パチプロランクはそんなに関係なさそう。いや、あんのかな？ある可能性もあるけど。あ、間違えた。今回、戦おうとしてる、黒丸源一郎。この人を倒すっていうのも条件にありました。4人倒さなきゃないんですよ。黒丸源一郎と、リリー松島と、須藤正幸と、乾。この4人を倒せば、神谷と戦えるらしい。なので、今回はその黒丸源一郎をボコボコにしてやりましょう。こんなね、ずっと地下に潜ってるジジイなんて、ワンパンですよ。はい。あなたが黒丸源一郎ですか？何かな？暗くないですか？長くここへおるとこの暗さが落ち着くんじゃよ。いや、ちょっと、話を終えないで。はい。あなた、この街最強のパチプロだそうですね。パチプロ。確かにわしはかつてパチプロとして強敵たちとしのぎを削ったものじゃ。しかし今は見ての通り地下に住む老いぼれじゃ。お前さんもパチプロのようじゃな。そうですよ。僕はパチプロです。うん。この年になってもパチプロを目の前にすると。血がたぎるな。困ったものじゃよ。ほっほっほっほ。え？ちょっと。おっさん。あ、じゃあ、設計図の方ね。設計図じゃと？次元戦闘機の設計図とはな？それはこれのことじゃろ。次元戦闘機の設計図を手に入れた。あ、しかもくれたの？やっぱ次元戦闘機だったんだ。以前、地上で親切な自動車修理工に酒をおごってもらったことがあっての、その男、この設計図を忘れて帰ってしもうたんじゃ。ずーっと返せないことが引っかかっておった。お前さんから返してやってくれ。確か、松島自動車工場の整備士じゃ。ほん？リリー松島。いや、字が違う。この島じゃなかったような気がする。え？終わりですか？あ、暗くないですか？これこっちから行った方が早いかな。あれ、合ってるかな。合ってる。黒丸源一郎と戦えない？え、未来指導者？こいつじゃないよね。違うな。松島自動車ってどこ？でもこの町かな。松島自動車工業。あのガレージとかかな。おうおお、じじいだ。いや、今はちょっといいです。この上は違う。つかない工業とかだったと思う。ガレージ。あ、え？ここじゃないよね。小川自動車工業。え？もう渡しちゃう？
桜子持ってきたぞ。次元戦闘機の設計図はつかないガレージショップにあるらしいわ。次元戦闘機の設計図にはどんなことが書かれているんだろう。どういう仕組みで自動車のスピードが上がるのかな、気になるわね。あ、渡す渡す。え、いいのかな桜子に渡して。あ、いいよね。あ、これもしかして次元戦闘機の設計図、見つけてきてくれたんだ、ありがとう。早速調べてみるわね。え、あ、色変えられる。ちょっとこれあのトロットビークルの色変えられるよ。ああ、いい、ちょっと色変えます。変え終わりました。で、桜子はちょっと調べて、あ、調べてみるわね。あれかな、日付変えないとダメかな。で、トロットビークルがどうなったかというと、あー、こんな感じですね。そう、バンピートロットでやってた時確かこんなカラーリングにしてたと思う。懐かしい。あー、懐かしい。そうそう、こんな感じです。あー、はい、じゃあ日付変えてくるか。はい、次の日になりました。さて、解読は終わってるかな。あ、来た。ねえ、君にもらった設計図を調べてみたんだけど、すごいのよ、流線型でスピードが出そうなのよ。もし君さえ良ければ君の車を改造させてもらいたいな。トロットビークルだけど大丈夫ですか。いいよ、できるもんならな。本当に？ありがとう。気に入らなければすぐに元に戻せるようにしておくからね。それじゃあ早速取り掛かるから少し待っててね。え？トロットビークル流線形にしたの？できたよ。見て見て、スピード出そうでしょ？え？あ、そういうこと。あー、どっかで聞いたことあると思ったわ。 R タイプか。え、トロットビークルじゃなくなっちゃった。まあいいか。まあいいか。あの、いつでも戻せるって言ってたしね。こんなのまで用意されてたか。これ返しておくわね。次元戦闘機の設計図。次元戦闘機の設計図は他の自動車屋さんにも教えてあげたから、これからは街の自動車屋さんでも買うことができるようになると思うわ。今度乗ってみた感想を聞かせてね。うわ、ちょっと音が、お、はえ、あ、しかもキキーとか言わない。あ、ウィンカーちゃんとついてる、えらい。え、速い。え、ちょっとバンピードトロット好きの方には申し訳ないけどね、私はこっちを乗りません。まあ R タイプ好きの人もいると思うし。あ、ここ通れねえ、もともと車で通れねえ。いや、こらいいわ、めちゃくちゃ速い。いや、いいもんもらった。いいもんもらったのはいいんだけどさ、あの源一郎どうした。パチ屋にいたりしねえかな。え、これそうじゃない、違うかな。あ、そうだよ。おお、若者よ、お前さんと話をして急に昔のことを思い出したぞ。やっべ、中毒治ったのに引きずり下ろしてしまった。長い間地下にいたせいで腕も鈍ってしもうたかもしれん。まあ気が向いたらこのクローマル源一郎と勝負せんか。する。あ、でもね、今間違って大満腹になっちゃったんだよ。いや、さすがに、いやー、どうすかな、さすがにやめとこ。あの、時間経過でハラヘラします。どうすればいいんだっけ。パチンコ打てばいいの。パチンコ打ってすぐやめるで。行くかな。ああ、やっぱ大満足。打つ。これで時間経過するよね、多分。さあ、これでどうでしょうか。あ、腹八分になった。ナイス。目論見が大成功ですね。じゃあ行きますよ。源一郎さん。する。あ、何もかけないもあんの。あ、でもこれ、なんだっけ、
修羅場ポイントみたいなのが増える。ちょっとまずさ、まずちょっとひよっていいですか。一回何もかけない。それでは始めるとするかな。ほう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 。鬼神クローマル源一郎、地獄のビークル乗り浅井ベンジ。もうね、その称号も取れちゃいますよ。まずは黒丸源一郎がどんくらい強いかだよ。鬼神って言われてるからね。でもなんか、あ、8000玉か。スピード勝負ね。じゃあ行きましょう。よいしょ。いや、ちょっと。源一郎さんよ。チート使ってるぞ。必殺技ゲージの溜まり方が半端じゃねえ。ぐいぐい行くじゃん。勝てんのこんなの。もう神谷レベルじゃないこれ。神谷もすげえ早かったんだよ。っていうかその神谷とこれから戦うんだよね。じゃあこの源一郎さんにはまず勝っとかなきゃいけないよね。予行演習として。いや、ちょっとずるいって。そのスピードは。あと必殺技が何かだよ。さすがにこんだけ速くて強い技使われたらもうどうしようもないよ。あ、リーチ。あわー。あ、いいんだっけ。いいよね。じゃあ止まんねえか。1コマズレはダメよ。3コマズレじゃないと走らないよ。いや、走らないことはないけど。5溜まった。あれ？必殺技なしですか？あなた。あなた必殺技持ってないんですか？え、そういうこと？それなら、そのスピードにビビることはないんだけど。え、それともあれか？噛んでくれてる？使ってこないね。あ、いい。ちょっと早いとこ運命の風車で。じゃあゲージ溜まるまで飛ばします。あら、当てやがった。普通に当てた。じゃあこっちも早く運命の風車で早く溜まれ。いきます、運命の風車。よっしゃ、頑張れ。で、確変引かないとダメだからな。よし、右。あ、うわ、魚群。ちょっと運命の風車意味なくなる。運命の風車完成。うわ、普通に確変当てた。ちょっともったいねえな今の。いや、しかも確変だからな。もし保留の一発目が当たりになるんだとしても、どうせ確変だからあんま意味ないという。まあ確変で早く当たるからいいか。確変で引っ張られることもあるからね。はい、じゃあ飛ばします。うわっ、これ確変じゃっつって。あ、必殺技だ。うわ、こらまいった。確変引く必殺技だこれ。うわ、そんなんありか。最強の技じゃん。なんか他の作品でもあったよな、あれか。なんとか落としじゃない。あ、しかも最初のはたまたま単発をたまたま当てて、そっから確変を引いたってことだよね。必殺技で。それで6000発くらいいくから、あと一発引かれたら終わりだ。俺はこの確変を、そのまま、続け、4連させれば、即
速攻当てればまだ巻き返せる可能性はあるけど、あのジジさん出玉スピードめちゃくちゃ速いんだよ。そうだ、一発目で当たるね、当たるね、魚群走ったね。運命の風車意味なくはなかったか。ここで早く当てないと五郎丸なんか黒丸だかに吐き越されるから。サメはやめて、サメはやめて、サメはやめて。よっしゃ、確変、ナイス。まだ可能性あるよ。はい、じゃあ次のあたりまで飛ばします。お、通常時入ったな、クローマル。これで確変で引っ張られてほしいんだよ。でも引っ張られたとしてもさ、スキルがすげえ溜まるの早いから、あんまー、いやー来たなー。当たったか、当たってないね、まだ当たってない。引っ張ってくれ、まずここで巻きたい。よーし、巻いたかな、巻いたな。よしよし、ただね、ちょっとアタッカー周りの釘が悪くてね、ポロポロこぼれんだよ。あ、なんか調子いいな。よし、これで奴が引っ張られてるうちに俺が引く。でも俺も引っ張られる可能性あるからな。とりあえず燃える魂はガン積みでいく。頑張ろう。じゃあ次の当たりまで行きます。うわ、サメだ。あー、やべ。いや、今度すぐ使ったな。え、っていうか確変なのに使っ、いや、じゃあもう無理かも。サメだよ。走った走りました。可能性あるよ、まだあるよ、まだ勝ってるからね。このスピードだったらいけるよ。まだまだ勝ってる、まだ勝ってる。よし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 、このまま確変で次の当たりが早かったら勝てる。いや、ギリギリの勝負だなこれ。はい、あっちの大当たりが終わりました。で、こっちが、え、こっちの方が釘かな。大当たり終わるのめちゃくちゃ早かったな。このまま、あいつはもしかしたらゲージマックスになんないと当てれないのかもしれないな。いや、そんなことねえと思うけどな。ちょっとまだまだ勝ってるから、400発勝ってるから、とりあえずね、ここで当てないと、早く当てないと、あいつが5になる前に当てないと。単発でいい、単発でいい、全然単発でいいんだから。サメ、サメ、サメくれ、サメ。うわぁ、当てやがった、サメ。まだ間に合う、まだ間に合う、頑張れ頑張れ。ノーマルだ、激アツ、きたきた、早く早くアタッカー開け、頑張れ頑張れ、いけるぞいけるぞこれ。よし、勝った、これは勝った。はい、じゃあ私の勝ちって出るとこまで飛ばします。はい、やりました、勝負あり。このわしに勝つとは。いやー、めちゃくちゃ引き強かったな今のは。まず一発目をあの確変で当てたっていうのがでかかったよ。まあ、確変が続いたっていうのもあるしね。で、たまたま風車をあそこでやってたっていうのも良かったし、もう全部が良かった、今のは。完璧な勝ちですね、これは。はぁ、あ。いえ、ちょっと、この四天王を倒すの、結構大変だぞ、これ。これはしてやられたわい。ほっほっほっ。パチンコしそうそうだ。海の王を手に入れた。海の王。ああ、金かけとけばよかったね。まあ、後で言ってたってしょうがないんだけど。海の王。え、まさか核変引く技じゃないよね。うわ、核変引く技だ。必ずサムが登場するリーチが発生する。サムっていうのは、あの、海物語の中でプレミアキャラで、出ると必ず核変っていうキャラなんですよ。それのリーチが必ず出るんだから、確変引くっていう意味です、これ。ゲージ5ね。ちょっと運命の風車と変えとこう。
あ、海の女神、これマリンリーチ、これはあのまあ暑いは暑いんだけど必ず当たるわけじゃない。でこれはもう確変確定のリーチだから、これめちゃくちゃ強いよ。まあ、なんとか落としじゃなかったんだ、しかも。はい、じゃあ今回はここまでにしましょう。次回誰狙う？まあ弱そうなのはリリー松島かな。須藤正幸は未知数だよね。あのハシプロ風録 1,2,3 の主人公です、須藤正幸。あの私がこの当時やってた頃はまだ 1,2,3 やってなかったんで誰だか分かんなかったんですけど、あの最終回にも出てきてます。サングラスかけた赤いシャツの男。うん、あいつは多分強い。乾とどっちが強いかなっていうところですね。まあ、次はリリー松島と戦っていきましょう。ということで今日はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。動画は毎日アップロードしています。チャンネル登録は左上のアイコンまたは画面下のチャンネル登録ボタンからお願いします。このゲームの再生リストは右上のサムネイルから飛ぶことができます。チャンネルページでは他にやったゲームがまとめてありますので、よかったら見てください。ではまた明日。